これはワームに立ち向かう少女たちの物語である。釣りのカレーカーさん、スカイグローズダイナマイフィッシュ、子供はタイよりエビフライ、エビで対するクロダイ釣り。クロダイ釣り。クロダイは海釣りではメジナと双璧をなすと言っていい人気を誇る釣りである。その食性は雑食、プランクトンからエビ、カニ、海藻、果てはコーンやスイカでも釣れるなかなか節操のない魚である。また釣り方も浮かせ、団子、落とし込みなど様々な方法で釣ることができるので、いろいろと楽しめる魚とも言える。こんなにいろいろ食べているのに身は美味しいし、大人の味っす。生命って不思議ですね。ちょわー、エーカさんすごい、おっきい。むちょっと小さいかな。小さいっすか。あんなサイズじゃ私は満足しないわ。大人っすね。大きい山、団子の山、お上手ですね。釣る気がないのならついてこなきゃいいのに。釣るってば。なか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 ったらね。あいつもこいつもめんどくそうだな。おい、東郷さん、この用意っすか。釣り人ともあろうものが超下手ですね。最近ちっとも釣れないからお酒で気を紛らわせてるらしいんです。お前らに、お前らに仕事もしないで釣りばかりしている俺の気持ちがわかるか。うわワーム、侮れないわね、大自然。改めて気を引き締め直さなければ。よし、気合を入れ直してまた世界中のワームと戦うぞ。もう昼間からお酒飲む人嫌い。そうですね、人は働いてる時に飲むのがいいんだよ。いいって。あ、でもちょっといいかも。